しょぼい女お前煽ってんだろ、しょぼい女なんかいらないんだよ、普通の、いやもう私が落としたのは黄金の斧なので黄金の斧をください。販売もしてるから必要なら買ってちょうだいね。なんかさ、なんだったっけ、木こりか、木こりの湖とか言って汚い斧を落としたら金の斧ですか銀の斧ですかって聞かれるやつあるじゃん。あ、絶対黄金の斧ってさ切れ味悪いよね。そういえば掃除中に拾った石があるからルーさんにあげちゃう。お前舐めてんだろ、石渡してきたぞ。カズマくんか、お前、おじゃる丸の。でかいな。そんなでかいの渡してくる？しょぼい斧作りの材料に役立ててくれた。嬉しいだのも。こいつ舐めてんな。ここまでさ、9万8000円も渡して、石渡してきたよ。君には石がぴったりだろう。ほら、その辺で拾ってきた石あげるよ。って渡されたんだけど、しかも結構デカめのやつ。漬物石みたいな大きさのやつ。DIY で、まあ、しょぼい斧を作れってことだよね、これで。本当に作れるのか？わ、そういう関係だと思わなかった。しかも持ってるし、しょぼい用の。いらないんだけど、二度と渡してくんな。あのさ、この今もらった石をさ、川に捨てて、そしたら木こりの湖出てくるかな？あなたが落としたのはこの金の石ですか？それとも銀、あ、石だから、鉱石だからさ、ダイヤが渡されるんじゃない？この辺にポイって落として捨てれるのかな？なんだこのアイテム。見てください、皆さん。これがお金の力というやつです。すべてお金です。しかも99 99 99。ごめん、カースト税になってた。いつの間にか、もう石なんていらない、ダイヤとかいらない。ダイヤとか石ころじゃん。実際やっぱお金にはかなわないと思うんだ。あ、4号いる、この辺に。いないな今日。ああ、お金が余ってるから4号にプレゼントしようと思ったのにな。